いらっしゃい。いらっしゃい。どれにするの？渓谷に築かれた地下要塞は現在多くの軍勢の制圧下にある。この国境の要衝を奪い返すため北欧軍の激しい君たちが踏み入ったのは敵軍の台所だ。取ったホブゴブリンの料理人は目を細めながら飯はまだだと君たちを怒鳴りつけた。どうやら腹の減った新兵と勘違いしているようだ。君たちは一芝居打って彼女から情報を引き出してもいいし、気づかれる前に部屋から出てもいい。さて君たちはどちらの道を選ぶ？難攻不落のガーゴイル門に突撃した国王軍は多くの犠牲を出している。君たちは国王軍と共に戦い、その門の突破を試みることにした。
君たちは両軍の砲弾が飛び交う激戦地に足を踏み入れた。この先にあるのが悪名高きガーゴイル門だ。強固な門は大砲でなければ破壊できない。国王軍の大砲を使え。来るぞ。砲が狙われている。破壊される前に砲弾を食らわせてやれ。大砲は壊されたが、まだ諦めるな。国王軍は次の大砲の準備を始めた。
大砲が狙われている。破壊される前に砲弾を食らわせてやれ。国王軍の援軍だ。味方の砲撃がガーゴイルゲートを攻撃する。激戦の末、鉄壁と言われたゲートが陥落し、戦況は大きく進展した。要塞奪回まで戦いはまだ続くが、君たちが手伝えるのはここまでだ。安らかなる眠りを、安らかなる眠りを、安らかなる眠りを。いらっしゃい。どれにするの？